フラノアシ同立自然公園は、北海道夕張市、アシ市、三笠市、フラノ市、空地区南フラノ町にある自然公園。夕張岳一帯は超縁気性岩の蛇紋岩が分布している特殊な地質であり、夕張の名を冠する固有種の鉱山植物が数多く生息している。そのほとんどが環境省のレッドリストに指定されている植物であるため、夕張岳は、 花の名山として知られている。夕張岳の鉱山植物群落及び蛇紋岩メラン樹体として国の天然記念物に指定され、日本の地質百選に選定されている。また、北海道内では初となる日本山岳遺産に認定されている。公園の大半は国有林であり、他の山岳地域とは異なった地質構造のため得意な植生になっている。 温帯北部の天然林があり、標高800から900メートルまでは根古林で、エゾ松、トド松、水ならなどの紅葉樹が比較的多いが、標高1000メートル以上では高根な中窓などを交えて、ハイが現れてくる。夕張岳は夕張小桜、夕張草など、固有の鉱山植物や、シソバキスミレなどを見ることができる。また、森林の中にはエゾリス、 シマリスなどが住んでいるほか、ウきギやクマゲラも見ることができる。夕張山地の北西に位置する標高1066メートルの霧岸山は、前山が石灰岩で形成されているため、固定集盛草など特殊な土壌に適応した珍しい植物が生息している。ところが、国道や林道が整備されて入山が容易になると、登山客が殺到するようなり、植物の踏みつけや、 売買目的の大量洞窟が行われたため、1999年から入山制限の措置をとって植物群の保護、回復活動を行っている。年に3回モニター登山を開催し、植物群の回復の現状と自然環境を守るための取り組みを見てもらうとともに、入山制限と植物保護についての理解を深めている。ありがとうございます。